うん、だからなんかうまく言えないですけど、うん、何で例えたらいいですか？そうなんですかね。何がいいかな。例えるとそうなんですよね。野球とかだと。野球だと、うん、だからやっぱりそうですよね。若い頃、まあロッテで活躍された伊良部さんが、もう速球速球で行ったかもしれないですけど、やっぱり。後半ね、ニューヨークメッツ、阪神行ったあたりからちょっと変化球を習得してうまく対応できるようになってきたというか、そういう部分でね、まあまあちょっと伊良部さんじゃない例えでいくと、やっぱりここ埼玉だもんね、埼玉だからやっぱ僕も好きな選手としてやっぱりね、まあ東京ファイターズ時代からヒーローだった西崎さん、うん、西崎さん最後西武ね行きましたから、その西崎さんなんかもやっぱりこうわりかし速球派なピッチャー、もちろんこうキレのいいスライダーっていうのがあってすごい選手だったんですけど、やっぱ今日もここ来る前になんか気合い入れなきゃいけないなって思って、僕98年の日本シリーズの西武に移籍してからクローザーに日本シリーズになった時の西崎さんの投球を見てからすごいなんかガチな話、はい、ガチです、もう2戦目、そう2戦目のベイスターズ佐伯選手の三振に取る速球を見てから来ました、ね、やばい、あの時にやっぱり一部のファンは狂気してますよ、はい、そうなんですよ、でも一部のファンはポカーンとしてそうです、そうなんです、いやはぁみたいな、そうだからやっぱりこのそのなんていうんですか、あのこうなんていうんですかね、うん、変化球スライダー来るだろう佐伯みたいな感じに思わせときながら高めのストレート真ん中を来て空振り取るって、あんまりこうガッツポーズしないにさ、こうやって取る感じで、はい、分かるような分からないような、キャッチャーもね、今のオリックスの監督の中島選手でこう抱き合ってみたいな、あの2戦目がね、すごいこうなんかそういう感じですよね。まあ僕もそんな感じ、そうなんです、そんな感じなんです。あの時西崎分かんないから、分かんないでしょ。あの時西崎の多分34歳なんですけど、まあ言ってしまえば僕らももうね。トレンディーではないですから、はい、今を謳歌してるというかね、そんな感じなんですよね、はい、どういう感じだよ、はい、こんな例えでいいですかね。多分なるほどって思ってる人とポカーンって人と、ね、多分極化してる感じになってるかもしれない、はい、もしかしたら例えになってないから、なってないですよね。難しすぎて本当に。でも本当に一部の野球、うん、オールド野球ファン的に言うと、はい、おお、ちょっとなんか面白いぞみたいな。そうなんっていう、まあ本当申し訳ないですよ、ね。いや。いや本当だからなんか こんな人間なんですよ俺ら。どんな。まあ本当いやいやいや。だから結構さ、はいはい、ファースト出したりカバー出してからさ、うんうん、一時期結構お客さんね入っていただいたことあるんですけど、こうライブ見たらさ。うん、あんまりライブの MC とかライブ中も僕らこんな感じじゃないですか。だからなんか、ね、あこんな人間なのみたいになっちゃって、そんなこと言われない、言われると思いますよ意外と。イメージと違うっていうのは言われて、ね、イメージと違うって言われます本当に。ファーストのなんだろう、はいはい、メンバーのアーティスト写真みたいなのを見ると、うん、すげえ怖そうな人みたいなことはすごい言われて、そうなんですよ、ね、でも会ってみると全然違う、そう違うとか。なるほど、僕なんか結構ありましたからね、うん、あなんかおばちゃんみたいとか、おばちゃん、はい、おばちゃんか俺はみたいな、そういうのありましたよね、親しみやすいって意味、あ、まあ、そうかもしれないですよね、おばちゃん、うん、おばちゃんってすごいですね、その言った人がすごいな。なかなかそうなんですよね、まあいろいろだからね、だからライブの最後の曲の前にいろいろ例えちゃうからダメなんですよ ね、 多分ね、そういうふうに、はい、いけないことですよね。いやいやいや、僕はいいと思いますよ。そうですか。僕はなんか全然なんかギャップ的な、はい、あいいと思いますよ。あそうですか。面白いのが好きです。いやありがたいですね。こうそう言ってくれるのは南さんだけだからね。本当に。いやいや本当本当だって、もう本当に俺は聞く人もいっぱいいたしね。いろんな大人たちに追い出されたもんね俺らね。懐かしい。うん、ノーユースの楽屋とか追い出されたもんね俺らね。うん。そう、面白い話、それ聞きたいです。何すかそれまあ僕らちょっとあれそうだ、埼玉、あれも埼玉なんですけど、新都心防具、今防具じゃないですもんね、あヘブンズロックで、ちょっと2006年に、はいはい、まあ言ってしまう僕らの高校時代からね、うん、憧れてあるノイズフォアネーム、
そうあそうだからそう、うん、これトゥークローのこと知らない人にもちょっと言っておきます、はい、あのむちゃむちゃ海外のバンドとかいっぱいやってるんですよ。あまあそうですね、ありがたいことにね。だからすごいバンドなんですよ。いやいやいや、なんかここだけ聞いてるとなんか全然なんかそんな感じって思っちゃう人はいるんで、誤解を誤解はね、僕はおっかい言いたい、はい、いやすごいバンドですから。いやいや普通にマジで本当になんかね、ありがたいことに、はい、あの時は本当にいろんなものが重なって、うん、だからもういいです。そう本当モッピー、まあ、カフェインボーン森さんのおかげで、うんうん、おかげもそうだし、うんうん、あのなんだろうバルブドライブのね、うん、イホリハラさん大輔さんのおかげ、うんうん、まああの時ブリオンもやったし、うんうん、そうもう本当いろんな人のおかげだったりね、うんうん、あとで、まあ、なんだろうもちろん、うん、ちょっとここないですけど、うんうん、あのラグアゴンカバーの、うんうんうん、なんだろうどこのスペースシャワー元って言ったらいいのか分かんないけど川崎さんとかねいろんな方のおかげでこうなんかこのバンド来るトゥークローみたいなこのバンド来るフェイスこのバンド来る、あの時期は売れたバンドだと何がありましたっけ、あのステレオビジョンとかステレオビジョンさんもそうだし、あと最近再結成してデッドでかいバンドいますよね、俺名前出てこないんだこれで最近最近まあいろいろいるんですけど、うん、そういうバンドの人らが声かかった中でなんか僕らがいてっていうのはすごいありがたいことで、うん、なんかまず最初のあのセカンドショット10フットボール、うん、セカンドショットなんか正直申し訳ないですけど知らなかったんですけど10フットボールなんて僕高校時代コピーしてましたからね。あや、うん、10フットボール熱いです、ね、そうドントルックバックデレッデレッデレッとかもうであの時とかも覚えもうなんかリハすごかった、ね、リハでなんかアンプ貸してくれって言われたんだよね、うちら持ち込みだったからもう全然 OK だよって言ってすごい覚えてるのが、もうちょっと弾けるから、はいはい、もう右斜め前に、うん、あーもうデニスがいるなーなんて思ってもうドントルックバックとかこうデレとか弾いたりとか、あと比較的その時に出してる、うん、あのインサイダーのアルバムとかからやっぱりゲートウェイとかイントロとか弾いたりしたらもうグンってなってもうその瞬間にこうなんか段ボールから取り出して俺の方にこう T シャツ投げてきてこういうこういうみたいな感じでわーやばいなんて言ってもうガンガンそっからリハやんないでもうガンガンそのインサイダーの曲とかこうテレ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 とか弾いたりしてたらもうどん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 こうテクトボール喜んでくれてシェルターの当時の人からあのやめてもらえませんかみたいなと言われてみたいな話ありましたね。それは面白いですね。はい、ノーユースは何ですか。ノーユースもやっぱりこう森さんから誘っていただいてうわやばいやばいやばいみたいになってで当日迎えてなんかでもあの時さ朝から俺らもテンションおかしかったんだよねなんかノーユースと対バンするから記念に大宮のジーパン屋行こうって言ってみんなあの日だったのあの日みんなでジーパン買ったの、はい、10万ぐらい使おう10万ぐらい使おうみたいななんかいやノーユースは関係ないですよ関係なくテンション上がってるからテンション上がってるからか、うん、そうなんかそれでで新都心行って、うん、でまあその時仲良かったバンドで、うん、まあその時カフェインボムにいたフェイス、うん、フェイスのまあ、ワックンとかあの杉さんとかがはいはい、はい楽屋とか一緒だから絶対楽しんだ方がいいよって言われてあと通訳できる人連れてきた方がいいなんて言われてはいはいはいみたいな感じででも僕らノーユースがリハやってる時に入ってはいはい、で僕らも終わって、はいはい、楽屋でみんなわーいってなんかやっててでなんかピザが入ってきたんだよねなんかそうねみんなで食べようとしたらやっぱりその時のうん、仕切ってる神奈川だから、はいはい、ここのウイルスの楽屋だからって言ってもらえるかみたいな疲れてるからみたいな、そうそう疲れてるから後半のやっぱり通過公演もあるし、まあ別にでもそれはしょうがないことだと思うんですよ、別にそうだからうわーフェイス羨ましいなんて言って、うん、でそれでもう終わってから、うんうんこれでもかっていうぐらい、うん絡み出してああそうだ、うん、ただ、はい、面白いのは、はいはいまあ、T シャツは渡したから分かってることあるとは思いますけど、うん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 、あれが果たして俺らだったのかどうかっていうのは分からないよね、一緒にやったバンドだっていうほらああそういうなんかそうでもなんかすごいこうだからなんかあの時期は良かったですよね、クルーザーウェイト、うん、いろんな海外のバンドと、ね、一緒にやらせてもらって本当に
うん、他にも何かありますか、海外のバンドと一緒にやってるの。あとはね、まあ、もちろんジェットマーケットのつながり でジェットマーケットの時にスプリット絶対やろうって話して、でだからこれ言ってしまえば10年前ぐらいから話し上がってて、ジェットマーケットがバンド名変わってサーザンドッグスになってこれになったんですよ。うん、そうですね。で僕らまだやってたから、はい、だからやっと10年越しでできるみたいな感じで、そういうのありますよね。そうそう、だからいろいろで、テンフトポールなんかはね、比較的 4,5 年前にも2回目、うまい具合に一緒にさやらせてもらうことがあって、覚えてるよみたいになって、いやー、そう、熱いっすね。そうだから、まあなんか嬉しかったですよね、本当に。なんかね、だからそういうなんかやっぱいいですよね、さね、中盤の大崎の話じゃないけどやっぱ憧れてるね人がいる限り、やっぱどこまでもなんか続いてきますよね、人生というかね。とかはやっぱやってる感じっていう、からしたら絶対海外のバンドとかと一緒にやったりとか、うん、いや海外のリスナー聞いてもなんかこう全然受け入れられる、より余地があるのかなっていつも思うんですよ。いやいや、まあそれはありがたいですね、本当に。だからいや全然英語話せないしね。そうなんです。クルーザーウェイトとかセカンドショットの時だっけ、なんか全然英語話せなくて、その時たまたまこう通訳っていうか間に入ってくれたのが南さんだったんで、あ、そうそう、あの鍵盤の、そうそう、南さん、そうそうそう、ポケティッシュのサポートが、はい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 、でうわ南さんだと思って、やっぱ煙の人って英語喋れんじゃん、そうそうそう、マジすげえ、こいつらアホだよとかなんかそういうのね通訳されたりとかして、であの時ってなんか日本のバンドのレジェンドの人たちともすごい知り合う時期で、そうそうそう、ね、南さんと会う、はいはいはい、前の月もクルーザーウェイトで、まあ、ポッドショットのサトシさんとか、チャッキーさんとかね、みんないて、でまたさあのレジェンドの人らがさ全然無名のバンドで出てるから、そうね、あれとか思ってそう、で、それでなんか仲良くなったりしてね、だそういうところもあるし、なんかだからいいですよね、先輩方もまだやっててくれてるし、なんかそうだな、あそこからね、なんか本当にいい経験させてもらってますよ ね、先輩方にも恵まれて、先輩方に、でまたああいう先輩方の方がねこうした方がいいよとか言わないしねいいんじゃんみたいな感じのそうそうそうノリだったりする人って、何にもそういう会話なんないから、あそうなんですよね。でもぶっちゃけそういう先輩もいると思うんですけど、うん、なんか厳しいっていうか、うん、なんかこの人みたいな人は今んとこは会ってないですか。あのね、会いましたけどもうみんな辞めてんですよ、うん、うん、だからやっぱりそういう人らってなんか続いてないっていうかなるほどなるほど、そうですよね。僕なんかちょこちょこいろんな話とか聞くじゃないですか、うん、であのバンドの人だよとか言われると、うん、とかいうのはちょっと思わない、そうだから言えねえ話っていうのはむっちゃ思ったりもしますけど、はい、うん、でもなんか多分そういうものって多分上に行けば行くほどあると思うんですけど、でも多分僕らって行きたいのがそういうとこじゃないから、なるほど、だからそういうそのスタンスが基本だから多分あんま特にそう、ね、そうなんですよね、うん、なんか、うん、でもそこになんかこう安定してる方が逆にいい形になっているっていうのは、まあまあ、僕らにとってはですね、うん、でもやっぱりこうあのしっかりバンドっていう人らからするとやっぱり、うん、いけないと思うんですよ、こういう活動というか、いや、まあ、いけないというか、ダメだと思うんですけど、だからやっぱりそのちゃんとやってる人はちゃんとやってる人の良さがありますから。どうなんですかね、だから、うん、もうそうです、この前そのクボティが、うん、クボティにも、うん、なんかいろいろそのバンドをどういうだからそのクボティがスクリューウォーカーに入って、うんうん、ああそうですよね、入ったから俺はなんかそうなんか、うん、でその時に言ってたのはなんかそのなんかこう草野球的な感覚でって、はいはいはい、そうだけど超がっつりあのがっつり真面目にやる草野球って、あでもいいですよね、言っててなんかそう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 、なるほどなって、うん、なんかなかなかそう今の話なんかでもやっぱ思いますけど、そこも考えると、うん、やっぱりそうですよね、うん、この年でなんかこうまあ夢中になれるというか、うん、まあ20代ほど夢中になってないから夢中になれるって言ったら語弊があるけど、夢中になれるものというものがあったりとか、うんうん、まあそのなんか、まあ、言ってしまえば仕事とか家庭とかがあって、うんうんうん、あまあその他のものがありながらも、うんうん、なんか意外といいですよね、か、まあ、帰れる場所があるというか、帰れる場所、うん、なんかこれなんかやっぱりこうそのトゥークロス2っていうのを畳んでしまえばただのクソジジイですから、いやいやいや本当にいや、まあ、やっててもクソジジイなんですけど、いやいやいや、でもなんかこうそういうものに、うん、あやろっかなとか、うん、あやりたいなとか、どれ
ギター弾こうかなみたいなとか、どれ新しい曲チャレンジしてみようかなっていう思いがあるのがありがたいなっていうか、ありますよね。だってこれ他の同級生とかね、やっぱりね、スナック行くかとか、そうですね、ね、あの車に金かけてみるかとか、なんだろうな、そういうものになっちゃうじゃないですか。だからそういうのと並んでバンドっていうことですよね、そうですね、そう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 、自分が何かこうやりたいなと思うことのこう矢印の先にバンドがある、ね、そうそうそうですね、そう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 、なんかね、だからそれがあって、ね、まあいいなという感じが今の意見ですね、はい、それはでもいいですよね、やっぱだから、はい、なんですかね、それこそやっぱそのバンドをやっぱ畳んじゃうと、うん、それがないからみんな多分他のことやったりするんですよね、そうそうそう、おそらく、まあ、ただぶっちゃけ言うと多分ね、もう畳んでもいいぐらいもう満足してるんですよね、はい、おっと、あ、ほんとほんと、だからそれぐらいいつやめてもいいぐらいもう楽しんだ、ああ、うん、なるほどなるほど、まあでも本当にさっきも言った通りじゃないですか、なんかこう夢ばっかり叶っちゃって、なんかこの先何やったらいいんだろうみたいなああ、なるほどなるほど、うん、まあ言ってしまえばもう本当生涯現役で、現役って言ってもそのなんか曲作る、たまにライブやるっていうのに関して現役でやっていけたらなぐらいがもう夢であって、なんかこうするぞみたいなものっていうよりはそれが続けていく要因であって、でも逆にそういうテンションだから続けられるっていうのはあるかもしれないですよね。その中でなんか誰か一人がいや今のじゃダメだろうみたいな、もっとガツガツいかなきゃダメだろうって言い出したら、多分もう成り立たないですよ、成り立たない。でね、これ2クロス2シーって僕は周りのバンドとかやっぱ見るじゃないですか、で脱退とか解散とか見て、一個ね他のバンドにないなって気づくのが、これリーダーいないんですよリーダーいない、おー、誰がこうなんかこうグイグイ引っ張るっていう人もいないんですよ。あ、はいはいはい、うん、俺っていうわけでもないし、吉羽くんっていうわけでもないし、宮くんってわけでもないから、なんかみんなこうなんていうんですかね、なんか誰っていうわけでもないんですよね。誰かがなんかやろうよっていうスタンスじゃないですか、じゃあ誰かがやろうよっていうスタンスもないから、これぶっちゃけ言ってしまえばやろうよって誰も言わなければやんないと思いますよ。ああ、なるほど、本当にそういう状態だと思うんですよ、はいはい、そうそう、だからまあなんていうんですかね、例えばじゃあオムニバスの話とか来たら、あ、来たよって言うだけってことなんですか、とりあえずこういう話あるよって、そうそう、来たよ、やる？やらない？みたいな、とりあえずそこで振って、まず今仕事は忙しいですかみたいな、はいはいはい、感じですよね。そうそうそう、なるほど、な、本当にそんな感じですよ、ね、そこでいや俺はやりたいからやろうよっていう推しではないってことですね、あ、だからそういうのもあるんです、だからまさしく、なんだろうね、一応そこはあの自分の気持ちは伝える、伝えます、伝えます、あの、だから例えばね、どうしても夢だったみたいなことに関しては、俺はやりたい、俺はこう仕事を休んでも出たいです、なるほど、あります、あります、なるほど、あります、だそういう意思表示っていうのはありますね。だけど絶対、いやお前らやれよっていうスタンスではないってことです、ないないない、まあ、やれよっていうのはだから、ただそれはリーダーじゃないってことです、ね、そうですね、だあのやれよとかないですよね。だって僕も吉羽君にだって3年ぐらい歌入れてもらってなくても、やれよって言った時ないですからね3年って考えたらすごい長い、あ、そうですよ、だから3年、だからもうだから本当に桶だけ溜まっちゃうんですそうそうそう、なるほど、うん、まあ、なんかそういうの、でもなんかだからと言ってじゃないですか、あの一人でやってるもんじゃないし、まあそうですね、確かに、バンド3人でやってるものだし、3人が OK って言ったものにこだわりたいですよね、やっぱね、まあもちろんこれ3人でこだわってやってないものだったら、多分みんな誰かしら俺辞めるわとか、俺辞めるわとかなってると思うんですけど、まあ、結成当初からこの状態を続いてるから、だからやっぱだからなんか分かんないですけど、なんか3人で1つのものを作ってるぞっていう意識が強いってことですよね、おそらく、まあそうかもしんないですね、だからやみんなでやってるっていう、はいはい、そうかもしんないですね、なんか多分誰かがリーダーで誰かが引っ張ってるっていうと、なんかあいつが言ってることをなんか やらされてるって言い方がよくないけど、なんかちょっと若干引っ張られてるっていう気持ちになると、そうですね、なんかその状況に疲れちゃうとか、そうですね、なんかあるかもしんないですけど、なんかまあ、まあ、まあいいのか悪いのか分かんないですけどまあ、そういうバンドですよね。いやでもいいじゃないですか。でもそれが多分続いてる理由なのかもしれないです。そうかもしれないですね。でも、いやでもバンドっていつも、ね、
やっぱ続けるのって本当に難しいと思うんですよ、うん、よく聞きますけどね、うん、でもやっぱ21年、うん、まあそうですね、でもね正直こんなバンドはいくらでも続きますいや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 、だってやってる人らほどやってないですからね。いやでも、うん、やっぱそれでも逆にそういう風になんかスタ、うん、なんていうんですかね、感覚が空くというか、なんかあんまだとすると余計にまとまりってなくなるから、余計バンドとしてはもう動かなくなってくると思うんですよ、うん、あ、そうかもしれないですね。でもそれはそうなってないじゃないですか、まあ確かにそうですね、考えると、うん、いやそれはちゃんとなんかなんていうんですかね、うん、要するに表立ってやってる活動とかじゃなくて、うん、普通にやっぱりなんか一つの形としてはバンドとしてはやっぱ成り立ってるってことなんじゃないですか、ね、そうかもしれないですね。いやでも、でもそれはでも、はい、だと思いますよ。いや、はい、だからかってそう話を聞きながら、はい、だから続いてるんだなって、なんかだからなんですかね、だから例えば自分とかもなんか、うん、やっぱこう例えばコロナとかがあって、はい、そうやっぱりなんかどうしても、うん、なんかもうお互いにいろいろ状況的にとか、うん、まあ、仕事がとかいろいろあったりとか、まあ、メンバーっていろいろこうなったりするじゃないですか。なりますね。なんかそうすると、うん、なんとなくこうバンドとなんかに対するモチベーションの差がこう出てくるじゃないですか、バンドって、うんうん、それぞれのメンバーの、うん、俺はちょっともうちょっとこうやってもいいなとか、はいはい、でもなんか相手はちょっとこうそうでもないなとか、うん、なんかいろんな状況って多分出てくると思うんですよ、はいはい、バンドって、うん、でもなんかそこは基本的には、まあ、もちろんその、ね、その仕事が忙しいとかでも状況の差こそあれ、はい、多分バンドに対する考え方は基本的には多分大体同じところ、同じみんな、そうですね、なんのかなってますから、うん、そうかもしれないですね。僕らに関してはコロナ禍前からライブやってないですからね、あんまり、うん、だから、うん、もうそれはそういうものだよねっていう多分みんなでもちゃんと共通認識があって、そうですね、それが多分、うん、やれ続いてること、そうですね、だからあのみんなやっぱすごいなんか やっぱりあれですよね、うんうん、ライブも楽しくやりたいですよね、うんうん、だからなんか強制的になるかよりは、うんうん、あやりたいぜって貯めて、うん、貯めてやりたいですよね、うんうん、だからなんかまあわがままなんでしょうけどいやでもいいと思いますよ、うん、そうだからなんかこうそういう環境下の中でまあやれるのが一番いいんですけど、うん、そこに持ってくこうなんですかベース配分というかね、うん、はい、そうですね、でもそれはでもそういうことなんですね、続いてる秘訣は。いやいやいや、まあ多分でもねこんな活動だから続きますよ、だってやろうとしなければやらなくていいんですもんでもだからそうすると本当になくなっちゃうんですよ、多分世の中のバンドは。それでなんか自然消滅みたいなあるじゃないですか、はい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 、あのバンドやってないよねとか、うん、いやむしろメンバーと連絡全然取ってないよってバンドとかもあるじゃないですか、うん、実際、はい、そういうふうに、ね、なっちゃうんですよ、うん、なんかでちょっとなんか誰かがなんかちょっと久々にやろうよって言って活動が始まるのか、うん、いやでも俺ちょっと今忙しいから無理だって言って、うん、そのままなんかさーっとなんか気づいたら5年ぐらい経ってたとか、そうですね、まあ、そのバンドも多分いるから、まあそういうのはないですね。そうだから基本的には多分みんなが多分連絡とか、うん、連絡とかも結構みんな、いや頻繁ですよ、去年は全然ないんだっけ、年に1年間で2回か3回ぐらいしか会ってない。 あ去年、そうなんだ、うん、でもそれはあれですよね、やっぱこのコロナ的な、今年はすごく連絡は取ってるけど、はい、去年は、まあ、多分あれかもしれない ね、 なね、今年正月会いましたからね、3人でファミレス、なるほど、でもそういうのはいいですよね、なんかそうですファミレスで食事したっていう、いやでもなんかそっちの方が新鮮な感じで、でこうその時に こんだけ今曲あんだよみたいなのを3人で話して、うん、こうアルバム作りたいねみたいな会話をしながら、それいいんじゃないですか、うん、なんかみんなの改めての意思確認っていうか、まあそうですね、そうそうそう、盛り上がるみたいな、そうそうそう、なんか多分一人じゃダメですけど、うん、やっぱみんながこう徐々にそうなってくれば、うんうん、あやりたいやりたいってね、やってきますから、そういう状況をこう、うん、なんかこう木が熟すのを待つ、そうですね、でもそうですよ、やっぱね、そういう風になった時に、うんうん、取った方がいいですからね。いやでも、うん、でもそうですよ、そう、うん、そう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 、それは思いますね、なんかね、やっつけよりは、うんうん、出したいなっていう気持ちが高まってからのがいいかなとは思いますよね。明らかに気持ちが乗ってますもん、うん、そうなんですよね、それのものに対して、はい、それはでもそうかなと思います、確かに、うん、そうですね、じゃあこれが、はい、何なのかっていう話を、これね、これ僕らがファースト出す前に、うん、たまたまやっぱりみんなあるじゃないですか、うん、いや、うん、埼玉があるな、でも、うん、自分ら茨城県の人間として、はいはい、高校野球で茨城県の高校が優勝をするっていう、まあ僕が生まれる前に砦に行こうっていうのがあったんですけど、
まあでももうその後自分が1980年に生まれて茨城県が優勝する年ってないんじゃないのかなって思ったらこの年が2003年でなんですよ。確か、まあ、ダルビッシュさんがね東北高校にいた年だのは確かなんですけど、そうなんですね。そうなんです。さすが。はい。でその年に上層学院が優勝したと思うな。別に僕上層学院出身の OB じゃないんですけど。じゃないけど。なんかさ、あの時の僕らってね、なんかそういうどうしようもない世間的なニュースに対して乗っかろうみたいな。でまたそういうどうしようもないなんかダサいね。ダサい。そう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 。そうだってこのさ中ジャケとかやばいよね。このなんかダサい。でもこれ何どういう写真ですか。これは全然関係ない人の全然関係ない外人がユニフォーム着てるのをあの勝手に勝手に名前つけて顔隠して顔隠してすげえ超インディーズな、ね、やば、はい、すごいね。そうなんですよ。この時にはもうチェンジザワールドも入ってるね。そうこの時にチェンジザワールドとかも入っててね。すごいですね。そうでまあなんかそれで、まあ、上層学院優勝したから、うんうん、なんかどうしようもない感じで限定もの作ってみようかって言って50枚限定で作ったんですよ。すごい。そしたら意外となんか2日ぐらいで魔法のアイランドに魔法のアイランド魔法のアイランドのあれだよね。このそう全然世代的にはわからない魔法のアイランドの支所箱にあの予約が来て一応ちょっとじゃあ説明しておきます、はいはい、魔法のアイランドっていうのはあれです。あの昔あの、ホームバンドがあの自分たちのねあのホームページって作るときになんかそのなんていうんですかねその、うん元のこうフォーマットみたいなのがあって ね、うん、それでその魔法のアイランドっていうフォーマットであの当時無料だからそうそう無料でそれで、うん、あのホームページを作ってるバンドがむちゃむちゃいましたっていう話ですね。 その中の一つのバンドであったそうでも本当魔法のアイランドはむちゃ使ってるバンドがいっぱいいました。本当にもうリンク貼りまくってね。そうそう BBS 今いや本当ですね。今のねこのなんか SNS の走りみたいないやでもそうですよ、うん、そうですよそうそうあれをやってるかやってないかでオムニバスなりライブ誘われるかみたいな結構あったと思うんですよ。仲良くなれるかとかね。とりあえずリンクお願いしますとかっていう話をすごいした記憶があります。でやっぱりそこで、はい、あの優勝したので、はいはい、全く僕らは関係ないけども優勝した記念に50枚限定で、はいはい、あの CD 作るから欲しい人は連絡くださいって言ったら魔法のアイランドに来た。もう意外と魔法のアイランドに予約が来て結構瞬時に50枚埋まっちゃって、はいはい、うわーありがたいなって言って、でそれでちょうどもう覚えてますよ。もう自分の部屋でプリントアウトして、はいはいはい、で結構僕が好きでやったことだからあの吉場くんとかはノータッチだったんで、はいはい、あもう僕がコピーしてナンバリング打っていやいいっすね。でちょうどその時手伝ってもらってた、はいはい、川田って、後輩がいて、うんうん、2人で一緒に梱包したりとか、すごいなんかいいっすね、住所書いて、うわーこんなとこで俺らのことを知ってる人いるんだとか、超インディーズ、本当にあの頃楽しかったっていうか、なんかすごいこうでそういうのってやるときにこうなんか一言もらえるじゃないですか、あのなんか欲しいです、ね、あのオムニバスで聞きましたとか、でちょうどなんだろうこのファーストのデモ CD とか、うん、ああこれかこれとかも、うん、本当になんかこのさっき言ったね、うんうん、ブリオンの大輔さんとかもディストロとか、うんうん、あとちょうどその時に結構やっぱ魔法のアイランドだけど、うん、やっぱりマニアックパンクファンみたいな人もたくさんいてうちで取り扱いたいとかこのやっぱりデモ CD あれすごいですよね。よくこうすごいですよ、うん、兄の部屋とかも手伝ってもらって結構2000枚ぐらい刷りましたからね。いやすごいですよ、うん、2000枚はすごいですよ。そう普通にだから本当にこの頃なんか活動がすごい楽しくてライブがもうやれるのが楽しくて、うん、対バンするバンドとかも、うん、あのやる前からメンバー何人なんだろうとか、うん、それこそ魔法のアイランドで先に見させてもらってあ4人なのかって言ってじゃあもう4枚作っとこうとかいいですね。もうなんか別に興味がなくてもただ渡しときゃいいやみたいな感じでもうとりあえずそのトータルがもう2000枚ぐらい配ったような気がしますよね。いやすごいっすね。でそれ聞いてくれてたのもあったのかなんかやっぱりこう広がるものもあったし、こっちの地方来てくださいとかあのなんかね
だなんかそのこのファースト出す時とかも、うん、僕らねインディペンデントだし会社もなんかね、うん、あの社長も井上もまだ立ち上げたばっかりだし、うん、なんかでもちろん無名のバンドだからイニシャルも少ないから、うん、あのなんだろう、まあ、僕らなりにねあの時は足運んでね、うん、タワレコとか CD は回りましたけど、はい、なんかそれこそ魔法のアレンジですよあの僕らの代わりにあの営業に行ってくれるあのファンを募集してますみたいに言ったら意外とそれもガンガン来てでその人らにポスターとかフライヤーとか送って、ね、それ手伝ってくれた人にはこの中から2曲ぐらい入ったあのなんていう非売品の CD あげるよなんて言ってでもなんかああいうのもサラリーマンだったからできた技だよね今思うとねこういう特典がありますみたいなのがいやらしいですもんね今思うとサービスがつきますみたいないやいやいやでもいざはいやでもそれは嬉しいですもんそれは欲しいってなりますよなそういう時になんか手伝ってくれたチームというかお客さんの人たちがいたからこうやって広まったのもありますよねもちろん友達のバンド同級のね社長井上とか含めてもういろいろあの時のなんかエネルギッシュな人たちのおかげで今があると思いますね確かにねそうそうそう今なんかこうだから逆を言うとなんかそう今こうなんかそんななんか期待されてるというか自分らの活動がねこう聞かれてるわけではなくてもやっぱあの時代に生きれたっていうのはすごい良かったですこれ売れる売れないじゃなくてあのエネルギッシュな時代に経験できた、うん、今でちょっとクールな時代だと思うんですよ、ねうん、なんかあんな自分は今もし18とか20歳とかだったらあんなエネルギッシュにバカできたかなって思うとできなかったんじゃないかなと思うんですよねだそれを考えるとそんな自分が若い頃にああいう時代に魔法のアイランドがあってよかったなっていうそこに魔法のアイランドがあってよかったいやそうですね、すごい最後なんか魔法のアイランド素晴らしかったみたいな感じになってますけど、はいですねはい、でもあれじゃないですか、はい、こうなったら、はい、まず SNS ログインするとこから始めた方がいいかもしれないそうなんですよねログインできないこの話しましたっけ、はい、これあの、はい、放送前でしたっけあの、ね、これ放送してますよねしてますしてますそう、はい、あのログインできてない問題を解決していきますね、はい、そうなんですよねそうするともうちょっともしかしたら SNS でまた同じようなかつての、うん、あの魔法のアイランドの時のようなことが起こるかもしれないですよ そうですねまあ、だからもう一度パスワードがもし分かんなくて入れなかった場合は作り直すけどやっぱりトゥークロス 2C じゃなくてあの魔法のアイランドっていうタイトルで作りたいですよね、はい、そうですねこれこれこの放送機能以外じゃないともうどうしようもないですよね魔法のアイランドって書いてあるなどうしたってなりますねなりますね本当になりますねなりますねなりますね意味がでもまあでも本当にやっぱりそうですねまずパスワード頑張るとこいやでもそこですよ、はい、そしたらもしかしたらまたかつてのようなそういうなんかこう、はい、熱き人たちがわーってこう集まってきてそうです、ね、またなんかやっぱ、はい、クロス C だよねみたいな感じになってこうさらにやっぱ行くかもしれないです、ま、いやまあそうですねでなりますよそれいやいやいやしましょうそういう風にいやいやもうなってもならなくてもいいんですかいいですそう、そこがちょっと多分あれですね、はい、年を重ねてちょっと達観してきたそうです達観してきたあのね、なんとなく最近分かるのはあの僕らそんなプレッシャーに強いバンドじゃないの そうなんですよねいや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 でもね、やっぱあれですよ今後の活動は間違いなく楽しみにしている人たくさんいますから、ね、はい、もうだから取り需要たくさんあるんでいやいやいや楽しみあるかないやありますよありますよありますよまあでも本当にそのいいアルバム作って、うん、まあだからそのなんていうんですかねそのいいアルバム僕らの中でですけどね、うん、いやそういうものを作って、うん、やっぱりみんまあ自分らも聴きつつ、うん、あの好きという言い方も変だけどたまたまなんかうちらに当たってくれた人とか、うん、まあちょっと離れたけども、うん、あのまたたまに聴きたくなるんだよなとか、うん、そういう人とかまあ、でも意外と僕ら聴いてる人なんてあのちょっとね何歳か下のバンドやってる子らの方が多いんですよね本当になんかでもやっぱなんかもちろんそのかつて聴いててなんか懐かしくてあまた出したんだっていう人もいると思うけどなんかそれこそ初めて聴きましたって人も出てくると思うんですよ絶対世代的にもいやあると思いますよバンドってだったらありがたいですけどねでもそういうのはあれだと思います
出会いみたいなのって、うん、なってほしいですよね。いや、うん、なると思います、まあ、だからそういうところでまたなんか新たなこう聞く、ね、リスナーが増えていくっていうのは確実にあるとは思うので、まあ、続けてる限りありたいなとは思いますよね。まあ、この放送がそういうきっかけになるかどうかは分かんないですけど、でもなんかなったら嬉しいですよね。いや、そうですね。あの放送面白い、あの人たちむちゃむちゃあの放送面白かったから、ちょどんなやつ曲聴いてんのか聞いてみると、むちゃかっこいいじゃんってね、まあ、この可能性もね、あると思うんで。そうだったらありがたいんですけどね。いや、もうそう、もしそうなったらもう、あの今日があの話してる意味があると思うんで、よく、はい、という気がします。はい。はい、というね。はい。はい、というわけで、あの非常に長きにわたってね、あの話させていただいた、いや本当に、いやこれ、はい、本当ですね、あの多分今までで一番話してるよっていう話になってきてると思うんですけど、はいはい、あのエンディングの方に移りたいと思うんですけども、はい、本当に本当にいろんな話あのしましたね、すごい、はい、あの今の活動の話から、そうですね、そうですね、これでもかっていうぐらい、これでもかっていうぐらい、はい、あの例えの話もあり、はい、そうですね、例えの話もあり、まさかの魔法のアイランドもあり、そうですね、はい、というね、はい、いろんなあの海外のバンドのね、はい、ちょっとあのお話とかもあったりとか、はい、まあ本当にいろいろあって、はい、いやすごい幅広い話が、いや本当になかなかこういうのってないですもんね、僕らも、はい、いろいろこう自分で、まあ自分がこういう人間だよなんて話す場なんてないじゃないですか、正直。まあでも、まあ確かにそう。昔ね、ラジオ出演1回だけだったんですよね。おー、そうなんですね。うん、でもふざけすぎて。ふざけすぎて。はい。車の中で撮ってる。車の中でインタビューってのあったんですよ。はいはい。ちょっとふざけすぎて、まあその後オファーが何もないっていう。そういうどうしようもないバンドなんですけど。そう、いやー、でも、はい、いやでも今日は本当に貴重なお話が聞けたような感じがするので、すごい良かったです、はい、僕個人的に、ね、だし多分聞いてる、うん、見てる方も、はい、なんか、うん、面白かったなっていう風に思ってもらえてたら僕も嬉しいなと思うので、はい、という形で、はい、じゃあ、あのエンディングということなんですけれども、はい、はい、あの本当に長きにわたって大丈夫ですか、大丈夫ですか、2人大丈夫ですか、すいません、あの40になってからあんまピロピロ飲みやってなかったんでやりたくなっちゃってここでまさかのピロピロ飲み来た、危なかったね、やってます、最近ピロピロ飲み、エンディングしてない、ごめんなさいごめんなさい、エンディングですよね、すいません、すいません、いや本当ね、あのやべえいや一瞬なんか飲んでたと思ったんですけど、ここでぶっ込んでくるのか、いやすごいっすね、すごいっすね、いやすごかったっす今のは、いや本当に、いやいや本当にあの長きにわたって本当にあのありね、長きにわたって本当にありがとうございます、ありがとうございます。今日はというかもうね、はい、何回もと思って、はい、ありがとうございます本当に、はい、非常にね楽しい形であのいろいろお話をさせていただいたので、はい、あのすごいあの本当楽しかったのです、はい、楽しかったです、楽しかったですね、楽しかったですっていう形です、はい、はい、まあ、ね、本当にながらあの何回もあのこあの見てもらった方は本当にありがとうございました、はい、ということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、すいませ ん, んすいませんでした、なんですいません長すぎちゃったね、長すぎちゃって、はい、で、そうですね、次回もまた、放送ぜひお楽しみにしていただければと思いますので、今日はあのこの辺で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、いやどうしようダメだよ、だってやりみたいな空気出したでしょ今、やりたかったんでしょ、でもいや、うん、だってまあ40になってからあんまピロピロ飲みやってないからね、できないからね、できないから、すごいっすね、すいませんね、こんなんでいいですかね、いや、いいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃないよ本当だよね